ところが実はお釈迦様が悟った時にそのもうこの究極の到達しちゃって、これはそのそういうふうに経文に書いてあるからね、そういうふうに言うだけで、で到達しちゃったんだけど、それをそのままほぼそのまま解いたんだって、悟ったその後に。そしたら何人か集ってて、そうだそうだ、お釈迦様をその裏切り者って言った元の修行者たちが一緒にいて、でちょっと違うぞと、不思議な人になったとつって聞くんですよ、説法。そしたら何言ってんだかちょっと何言ってんだか分かんないってことになっちゃったんですね。全然分かんないよと。それでお釈迦様がこれは無理だ、この悟ったそのまんまを解いても無理ってことが分かって、急にその教えを下げるんですよ。まあ、簡単に言うとさ、まあまあ本当に下賤な、例えばさ、例えばアインシュタインが究極に行くと E イコール MC 事情っていう、たったこれだけの定理なんだよと。だけど僕らもそれをいきなり言われてもね、はぁーって言われて使い道が分かんないし、意味が分かんないっていうか、本当に何言ってても分かんない。でそれを構築し、そこから生み出されてもないって何かっていうと、ああいうよく黒板にこんな風にこんな風になってくるじゃないですか。でもそれまで行くにはさ、結局一番元を正すと、幼稚園に通わせてて、まずあのもうご飯の食べ方とかそっからなわけだよ。その次はやっと1冊1話と、教室で静かに聞けなかったら1冊1を理解しようともしない。だからまずちゃんと先生の言うことは聞くんですよっていうことから教えていくわけ。それがお釈迦様が一番最初にボーンと悟りにほぼ近いことを説いたのを華厳経って言うんですよ。華厳部とも言うんだけど、それ で,、はい、で相当高度な教えから一気に下げて行儀作法を教えるようなお経典なんです。それが阿言部。阿言部、まあ、日本の方では清浄仏教とか言われてる。今で言うと原型はね、あのタイとかあっちの人たちがあのオレンジ色の僧衣を着て、こう宅発に出るじゃないですか。で、僧衣に戻ると、もう一から全部作法が決まってるんだよ。箸はここに、何回食べたら置くとかさ。だから何回すすったらご飯食べるとか、もうそんなことない。で、それが、尼さんには500回。500も戒律が縛られる。これやっちゃいけない、これ やなさいっていう。で、男の修行者は250の戒律で縛られる。で、それが、インドの方の発生した仏教が南伝仏教っつって、南が西論とかあそこ通って南側にこう伝播してって、今ああいうところで止まってるんです。割とあの時の原型が見れるんですね。ああいう感じで昔はやってた。だけど本当お釈迦様それを言いたいんだよ。 MC 事情が伝えたいわけですよ。それで次の段階に、それでまあみんな行儀よく座るようになりました。そしたら1たす1と教える時代が来るわけだね。それが小学校の部、そしたら次は因数分解とか中学校の部、その次は今度微分積分になりと、だんだん大学のそれこそ板書こうやってやっても分かるようになってきて、とうとう私が本当に悟った究極のその悟りの根源はサダルマスンダリガスートラム、これだ、こういうわけです。これが結局漢語に訳すと妙法蓮華経。この絶えなる清浄な因果の法則である。これがまあサダルマフンダリカスートラムっていうサンスクリット語で言えばそこだったわけで、でそれがもうみんなこうなってきてるから E イコール MC 事情ってバーンって聞いたもんね。それでみんな泣くわけ。わかりました師匠、E イコール MC 事情ですねっていう。それが当時の主将たちが妙法蓮華経なんですね、サダルマフンダリカスートラムなんですねって言って悟るんです。その直ちに、いや直ちってかまあずーっと階段登ってきて熟してきて熟してきて最後の画竜転生をバンと受けてみんなで悟る。そこでこれがこの第2章なんです。このお釈迦様のこのご一生はどうしたかってね。